吉なのか、単なる変な人なのかわからないんですけど、最近あったこと。子供の園のお迎えに行ったら、時々会うママさん、A さんにプリントを渡された。母親向けのアンケートになってるから、書き終わったら、私に提出してねって言われた。話したことないけど同学年、国は違う。なので、園のものかと思って受け取った。帰宅して早速書き込んでいると、なんか変。最初は、普通に、学生時代のあだ名とか、趣味とか、得意料理とか、よく行くお店とかなんだけど、だんだん個人情報になってきて、旦那との出会いとか、好きブランドとか、親のことになってきた。そして、質問の分量が多い。普通10問程度だろうけど、100問くらいある。プリント5枚分。プリント自体は、ちゃんと作ってあって可愛いイラストもついてて、園の名前も書いてある。気持ち悪いしだるくなってきたので、書くのやめた。土日挟んで、翌週、A さんがニコニコして回収に来たので、まだ書いてないと言ったら、家まで取りに来ると。これから、子供のお稽古だからと、やんわり断ると、目を輝かせて、ついてく。どこに通ってるの？と。そこで、他のママさんが来たので、プリントの話をすると、A さんはいなくなってた。調べてみると、案の定、A さんが、勝手に作って配布したもので、縁は関係なかった。もらったのは、私だけじゃなくて、10人くらいのママ。学年やクラスは様々。不気味だし、縁の名前を使っているので、園長さんに相談しておいた。その週の週末に、園長から連絡があって、話し合いの席を持たれることになった。プリントを渡された人は、全員来て、それぞれのプリントを見せ合った。質問は、一部違っていたりして、渡す人に合わせて作ったら叱った。A さんは、園の名前を使ったことに関しては謝罪していたけど、園の提出物とは言ってない、園の名前を書いたのは、単に、自分の所属を書いただけ、でも誤解させたなら、ごめんなさいというもやっとする謝り方。肝心の理由だけど、友達を選抜するためだと。A さんは、今のグループに満足してなくて、自分に合ったママ友グループを作りたい。そのために、何人か目星をつけて、その人たちにアンケートを書かせて、自分のお眼鏡に合格したら選抜、グループ入り、ということをしたかったそうだ。確かに、子供の頃、可愛いプロフカードを交換するのが流行ってたような気がするけど、大人に、というか親になってまで。しかも、完全に個人情報を聞いてきてる。A さんは、子供の友達にもいい、家も近い、趣味も合う、などを事前にチェック済みだった。うちまで見に来てたんだって。まあ、近所ではあるけどさ。犬かわいいねって言われても。あくまで、A さんは、縁を語ってすみませんというだけで、園長が怖いからだと思う。自分がやらかしたことについては悪いとは思ってないみたいで、むしろ、私たちに、園長が怒ってるからフォロープリーズ。みたいなこと言っていた。あぜん。結局、私たちに関しては、二度とこんなことをしないという注意だけに止まった。人間関係の考え方については、園長が、いくら個人情報を知ったところで、友達になれるわけではないんですよ、と言ったけど、でも、お見合いみたいな釣り書きがあれば、誰と仲良くすればいいか間違えないでしょうって。ミクシーとカネットの関係を現実に持ち込めば、うまくいくと思ったみたい。吉。と思ったのは、帰り際にアンケートいつ書ける？と聞かれたこと、怖いよ。プリントはコピー取った上で園長が預かりました。原本は一応各自保管で。怒ってますけど、それより不気味さが勝ります。もちろんカットアウトですよ。話し合い後にアンケート要求された時に、はっきりと友達にはなりたくないと言いました。そしたら、あっそ、それじゃ、あなたは予選落ち。残念とあっさり帰っていきました。でも、短い期間で結構噂広まっちゃったし、マネママだったことも露見して、今後ママ友を作るのは厳しいんじゃないかと思うんですけどね。A さん、ディープな趣味、歴史があって、ネットを含むその世界では中心人物なんだとか。だから、自分が働きかけてやってるのにありがたく集合しない私たちに、イラついていたようです。
ずっと、その世界で生きていけばよいのに。本当に気持ち悪い質問でした。お祓い行きたい。いつも、最後まで視聴していただき、ありがとうございます。この度、新しいホームページを作りましたので、ご案内します。アドレスは、下の概要欄にも記載しています。ぜひ、遊びに来てくださいね。